平野紫耀のぽっちゃり愛が明かす彼の人間味とは芸能界の注目の若手俳優である平野紫耀が最近の SNS でぽっちゃり好きを公言し、その言動がファンを驚かせています。一体彼がどのような発言をしているのか、そしてなぜ彼のぽっちゃり愛が注目されているのかを取り上げ、その背後にある人間味に迫っていきます。 平野紫耀ファンの質問に答える。7月26日、平野の仕はインスタグラムのストーリーズ機能を使ってファンからの質問に答えました。その中で彼はぽっちゃり好きであることを力強くアピールし、これが話題になりました。滝沢秀明氏が代表を務めるアーティストプロデュース会社戸辺のタレントとして再始動し、個人アカウントを開設して以来、 積極的にファンと交流している様子がうかがえます。ぽっちゃり愛の現れ、質問に対する彼の率直な回答がファンの心をつかんでいます。平野がぽっちゃりした女性が好きと述べ、さらには俺がぽっちゃりにしてあげるよとのコメントは彼のファンにとっては新たな一面を垣間見ることができるエピソードとなりました。 彼のぽっちゃり愛は以前からのテレビ出演時にも表明されており、その真摯な姿勢が支持を集めています。胸キュンワードの連発。平野は質問に答える中で夜用事があるなら今日はすぐ終わっちゃうのという回答を予告していましたが、それに悲しむファンに対してなるべくギリまで一緒にいようと返答を。また、 たびたび胸キュンワードを投入し、サービス精神を発揮しています。これがファンを大いに喜ばせ、なんなのこの彼氏感、最高。といった声が SNS 上で広がりました。ジャニーズ時代から続く彼のファンサービスは、その人間味を強調する一環と言えるでしょう。ぽっちゃり関連の質問に答え続ける部屋。 平野が SNS で質問を受け付ける中で、私ガリガリやねん。あかんやんな、という質問には、大丈夫。俺がぽっちやりにしてあげるよ。何食べたいの何がいい何が好きラーメンお肉と、返答。これにより、平野のぽっちゃり好きが浮き彫りになりました。彼は以前、テレビ番組に出演した際にも、 ぽっちゃりした女性が好きと告白し、お笑いコンビおかずクラブの UEP の胸にライブしたエピソードも紹介されています。平野耀が SNS へでぽっちゃり愛をアピールし続ける中、その人間味あふれる姿勢がファンを引きつけています。彼の率直な回答や胸キュンワードの連発は一層のファンとの交流を築き上げており、これが彼の人気の一因と言えそうです。 今後も彼の SNS にはぽっちゃり関連の質問が寄せられることでしょう。ファンはますます平野の人間味に胸を打たれ、彼の活動に注目を集めることになりそうです。